ていただきます。ビーダッシュブランドキャラクターのおぎやはぎのお二人です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは、おかけいただきまして、はい、はい、まずは一言ずつお願いしたいと思います。はい、一言ずつ。はい。今回ですね、ビーダッシュのメインキャラクターの、はい、ちょっと僕らもあんまりこうサラリーマンじゃないのであんまり。よくどういうシステムか全く分からなかったんですけども最初そうでしたよね、確かに聞き慣れないことでしたね、はい、キャラクターやってるから、はい、ああなるほどと、まあなるほどぐらいのレベルですけど、はい、なんとなく便利そうな機能なんだなっていうのは、分かってるぐらいで、やらさせていただきます。はい、ありがとうございます。では改めましておかけいただきまして、はい、お話を伺っていきたいと思います、はい、さあそれでは早速ですが、この CM 大変そうなシーンもありましたけれども、はい、CM の撮影振り返っていかがでしょうか。そうですよね、大変そうだってね、大体こう見てて思ったと思うんですけども、それで実際は大したことなかったっていう人多いと思うんですけどね、これ本当に今までの芸人人生で一番大変でしたね。あ、そうですか。僕でしたよ。具体的にどの撮影が、あの雨の降ってる、あの北前進、北前進のシーン、先ほど多分流れたと思うんですけど、はい、あれがね本当は、まあ確かに生きててね、あんな辛いことはなかった。かなりの雨が降って、あれ寒いんですよ、そもそも。あの日ね、10度ないんだっけ。ない、もっともっとね、もっとね、5度、5度ないぐらい。真冬の撮影でしたか。真冬ですよね、12月ですからね。またあの日が寒いんで、たまたま寒い日で、それで、水をバーってかけられるんですよ。でも水をかけられた時に、もう本当に、なんだろう、死ぬ直前なんですよ。あ、これやばいってやつも。それで、うん、カット終わって、一回その次の、まあ、カメラのセッティングの時に休憩があるんですね、15分ぐらい。その時にはもう、暖を取るんですよ。もう、すごいこう、ストーブをこうバーっと。熱風がすごい来る、なんかそういうストーブをずっと浴びてるんですよね、休憩中は。結構すごい熱風だから乾くんですよね。で、あー、やたたたまったなと思ったら、はい、次行きますって言って、もう一回びしょびしょにされる。だから、なんだろう、一回乾いた体をまたびしょびしょにされるっていうことの嫌さを初めて知ったというか。かなり大変な撮影でしたね。それが何回もあるんですよ。10回ぐらい繰り返しあるんですから。あれはなかなかでしたよ。ありがとうございます。さあ、そのような大変な撮影の時のお話もお聞きしましたが、改めて完成された CM をご覧になって感想いかがですか。やっぱり、はい、まあ良かったです。いやいやいや、大変さがかなり出てらっしゃったと思うんですけども、いい作品になってます。やっぱ苦労した分、やっぱいい、良かったですよね。どうですか、その会社のシーンもありましたけれども、はい、元サラリーマンということで、はい、何か思い出したこともございますか。そうですよね、一応僕らもまあ5年でも20何年前ですけども、はい、そうですね、サラリーマンもやってたんですけどね、まあそんなのあの撮影の、はい、撮影でも今回もですね、スーツ姿で、はいはいはい、お越しいただきましたけれども、はい、どうですか。やっぱスーツ姿はよく僕らも昔から言われてたんですけどね、やっぱサラリーマンやサラリーマン着こなしが違うのって言われましたけど、鬼もね、やっぱりそうです、うん、もうでもまあね、雰囲気ありますから僕はちょっとスーツがやけに似合うんですよね、他の人に比べてね。鬼ってなんかいいとこのサラリーマンに見えるんですよね。よく俳優そう言ってくれるんですよ。ありがとうございます。そんな無茶ぶりっていうのは当時どうでしたか、はい、実際に上司の方ですとか同僚の方に CM の中でもあったような、え、こんなこと言うの、ね、ってありましたか。僕のね、あの旅行会社だったんですけども、まあこれまあ本当 特殊な無茶ぶりなんですけど、あるその取引先の社長さんがいるんですね、バカな社長が。いや、バカな社長なんですよ、本当に。その人が、あるブランドの靴を買ってきたんですよね、ハワイで。ハワイで買って、それは娘さんの、プレゼントとして買ってきたんです。で、東京に戻られました。で、東京で娘さんに靴を履かせたら、サイズが 0.5 センチ違ってた。あ、はい。ね、23.5 ぐらいの話だから、はい、ちょっとサイズが違う。でうちの旅行会社に電話かかってきたんですよ、社長から。
その靴を取っ替えてきてくんないかと。なんでなんだろうですよ。うちの上司がまず電話取って、そしたらハワイにそれを取っ替えに行ってくれと。あんま常識のない人です。もしくはそのハワイにしかっていうかアメリカにしか売ってない靴なんですよね。でその時に上司から超行くに行ってきてくれと。靴を取っ替えにハワイまで行きます。で僕がその時上司に言ったのがビジネスクラスでいいですかって言ったんですよ。小木さんが実際に行かれて。僕実際行きました。でまあそれビジネスクラスでいいよ、3日間行ってもいいですかって言われて、言って3日間行っていいよって言われて、でそれで行ったんですよ。じゃ少し楽しみも。そうね、めちゃぶりといいよ。そしたらもうそういう働き方改革をやってるわけですよね。そういうゆとりというか、なんかこう働き方改革でも何でもないから。矢作さんいかがですか、はい、何かあるんですか。僕は会社時代は、あの無茶ぶりっていうのはなかったですね。いい会社でしたからね。あ、そうですか、うん、基本いい会社って無茶ぶりないもんね。そうですね、なんかあんまり明日までにこれやってとかなくて、むしろ、まあ、定時がその場所5時半だったんですけども、うん、6時まで会社でいるだけで何やってんのって言われましたからね。逆に、あ、いやこれ明日これって言ったら、はい、そうだ、明日午前中いいでしょって言われるぐらいホワイト企業だったんですよ。すごいですね、二十何年前で。そうですね。でもその芸人さんになってから、芸人になってからありますよ。やっぱりうちの事務所にはザキヤマっていう芸人がいてですね、まあ、テレビで、ね、見てる方は分かると思うんですけど、まあ、まあ本当にひどいんですよ。ずっとですね、永遠にいじり続けるんですよ、人のことをね。はい、本当に6時間ぐらいずっといじられるんですよ。あれやってこれやって。そうそうそう。だからもうザキヤマにはもう相当、それこそ笑わすまで帰れまでぐらいまでやらされてましたね。ずっとやられてましたね、若手のことは。大変なところも経験してらっしゃるんですね、はい、ありがとうございます。さあ、ではこの第1部の講演でもありましたが、この B' は AI を実装したプロダクトです、はい、最近 AI が話題に聞きますね、AI、よくニュースなどでもお聞きするかと思いますが、はいはい、お二人、この AI についてはどうお考えでしょうか。 AI についてどうお考えでしょうか。AI についてか、まあでも本当便利ですよね、はい、俺、例えば僕がネットで映画を見るときに、ある映画を見たら、それに合わせたような僕に合う映画をどんどん出してくるんですけど、うん、向こうネットが、うんうん、それって AI ですか。あれ AI でしょ。あれ AI そういうの。音楽とかもそうだよね。音楽もそう、音楽もあなたのおすすめのやつはこれですって。そうそうそう、あれ AI でしょ。だすごい便利なんですよ、だから、ね、自分の好みを、そう、誰かにうなずいてほしいんだよね。そう、本当に分かってない、本当の AI が分かってないですね。ねえ、いいでしょ、それでいいでしょ。考えてくれるんですよね。そう、コンピューターがね。はい、だから今までって好みですとか、そのそう、好み、映画とかもツタヤ、例えば、まあ、レンタルとかって言っても1時間以上僕を探すんですよ、うん、あんまりにも映画見てて。そうだね、お見えすごいもんね。もうどれを見ていいのか分かんない、うん、でもそのネットで映画を見るようになって、 AI なんですか、その、うん、いろんなおすすめの映画を見ることになって、だから本当それの手間が省けるわけですよね、1時間という待つ、うん、考えてる時間が。好みしてくれてるからね。ただその分なんか映画をもう1本多く見れるというか、1日2本とか3本僕見てますからね、映画も。ではこのご自身の芸人さんというお仕事と AI というのはどう、うん、AI と AI ですか。 AI と芸人、まあそうね、でも AI が本気出したらやっぱ面白いのかな。ねえ、全く想像つかないですけど。つかないけど、負けちゃいけないんでしょうね。でも、間とかはどうなんですかね。AI って間とか、お笑いって結構間がね、はいはい、大事なんですよ。間が一番大事かもしれないです。言い方と間ね、はい。どんなつまんない人でも間でどうにかできますからね。それ AI が覚えたら。AI が間を覚えたら怖いな。AI が間を覚えたらっていう映画を出してほしい。でも負けられないですよね、はい、もちろんね。そうですね、ありがとうございます。さあ、お二人が出演した B' の新 CM は、はい、企業の働き方改革や労働生産性向上をビッグデータや AI で支援するプロダクトです、はい、元サラリーマンである、先ほどお話も少しお伺いしましたが、はいはい、お二人も働き方改革
改革、そして生産性向上については関心があるのではないかと思います。うんうん、そこで今回は働き方改革にちなんだ質問をご用意させていただきました。はいはい、フリップを隣にご用意しておりますので、はい、質問の回答を記載していただきたいと思います。はい、ご準備よろしいですか。はい、では質問です。お二人が働き方改革をしたいと感じるときはどんなときでしょうか。さあお願いいたします。さあ、元サラリーマン、そして今は芸人さんというお仕事をされていらっしゃいますが、その2つの目線からでもいいですし、先ほど芸人さんになってからもかなり無茶ぶりですとかあった、そのときに感じる働き方改革、どんなことございますか。そうですね。では、はい、小木さん、いかがですか。では、午前から見せていただいてもよろしいですか。はい、はい、お願いします。午前中から仕事が入ったと思うんですよね。なるほど。午前中働きたくないですよ、基本。午後からですね。そういうのが入ると、なんか会うとなんかもう、ちょっと午後からね、1時ぐらいから夕方の6時とかで終わればいいなみたいな。午前中って頭働かないじゃないですか、特に。お笑いやっても嫌なんですよ、テンション上げるのが午前中から。で、夜なんですよね、だからね。でも午前中からやむなくお仕事が入ってしまった時はどうしましょうか。いや、もう本当、もうしょうがなくやってますよ。だからちょっと午後からにしてよって一応思いながらもね、はい、やってますよ。笑いはね、笑い特にも全中で人笑いしてる場合じゃないもんね。そんなテンションじゃないですからね。全中からそんなにだって大爆笑できます。だってそう、笑ったことある、まず全中学生の時もそうですよ、朝からそんな。あ、少し、ね、眠い、夜の方がね。そうそうそう。あ、そうですね。では、矢上さんどうですか。マジか。長期の休みが欲しい。欲しい。これはやっぱりなかなかないんですよ。僕旅行が好きなんですね。あ、そうなんですか。そう。過去でどうです、どのぐらいですか、最長でお休みいただいたと。あれ、10日。2週間ある？2週間ないですね。年末年始に、まあ、10日ぐらいですかね。やっぱりそれ以上、ヨーロッパが好きなんですね。なるほど。そうするとどうしても長いお休みが、長期というと大体どのぐらいが。1ヶ月。1ヶ月。なんかフランス人とかそれぐらい取るっていいじゃないですか。なんかね、昔から聞きますよね、外国の特に多いね、バカンスの。やはりそう感じるということは、1ヶ月とか休みなく働く。やっぱ1ヶ月休めないですもんね、絶対に。って感じますか。僕どうだったらいいんだろうな。働き方改革をするとするとどういう。やっぱりあれ、例えばこのフランスではどうしてるんでしょうね、ある1ヶ月間。そう、休むためにはその分やっぱ朝から夜遅くまで働いてるんですかね。その分こうキュッと効率的に、うん、そうかな。これ B ダッシュでどうにかできるんですか。僕が1ヶ月休むんですよ。CM でもありますように。じゃあできるのかな。そういう本当になってほしいですよね。ね、うん、効率が上がると思うんですよ、休みが多い方が。あ、そうですね、逆に集中して。ですから、はい、こういうね、掲げて、うん、働き方改革を芸人会もちょっとですね、やっていかないといけませんね。本当そう。そうですね、うん、またその職業に問わず、いろんな仕事全般に皆さん。そうですね、うん、まず僕らがそういうメッセージとしてね、やっぱこのテレビに出てるわけですから、うん、僕らがこういう先日来て、この2ヶ月、3ヶ月休むことで周りが、あ、そういうのいいんだみたいな。その分こう効率的にね、絶対そうですよ、効率的になりますよ。だから、はい、もう働き方改革を応援しなきゃいけないと、はい、そういうふうに思ってます。そうですね、ありがとうございます、はい、では、リポートいただいて、はい、さあ、そろそろお時間も迫ってまいりました。では、最後にですね、お二人からメッセージをお願いしたいと思いますので、お立ちいただいてもよろしいでしょうか。はい、では、まずは、小木さんからお願いしてもよろしいですか。はい、負けるんですね、これ、僕ら。あ、まとめて、僕もね、大体矢作さんが得意ですか。いやいや、そんな得意じゃないですよ。お願いいたします。メッセージね、はい、お願いします。はい、我々も、我々もサラリーマンということで、はい、
ビジネスのようなサービスで少しでも多くのビジネスマンが働き方改革や生産性向上が実現できるように応援しています。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ブランドキャラクターの宮崎のお二人。